でございます。よー、大江監督だよ。本当よかったね、ウェディングドレス着れてね。はい、よかったね。じゃあおじさんがよくスナックでやってるゲームで、これなんだかわかるかな。正解。じゃあおじさんがね、こっちからこう食べるから、まゆゆもそっちから食べる。いくつ？14歳です。あ、大丈夫。食べたね。世の中の14歳の中で一番最初にこのゲームをやった女の子だ。ギャラリーの誰って声がうるさい。誰がモノマネやってくださいよ。もうやったよ。すでにやってる。あ、ミサさん怒ったよ。だからやってたよ。俺がザイ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 。あのね、男をね、燃えさせなかったからね。ダブルストロー。結構今見たけど近すぎるな。聞くんじゃない。ここに来るから、ここに来る。いくつ？14歳です。だからどう。俺に用意する年齢じゃないだろう。俺、何もない。待って待って待って。はい、やめる。いったこれちょっと取ってくれる。ちょっと、あら、いいね。今ね、これ自分短い方で飲んだでしょ。はい、俺今短い方で飲んでるから。結構14歳って手加減知らないね。どうも、いじりカフェでございます。大丈夫大丈夫。普通だからいいかな。全然大丈夫。普通だから嫌だ。珍しいタレントだよ。普通だから嫌だ。ケーキをここもえーってなるような食べ方をしてください。いや、フォークはなんで舐めそうじゃないですか。どうよ、これブルブル。ベルベルベルって。どうかな。どうかな。ちゃんとカメラに向かって、かわいく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 、はい、ああ、ほら、多分何もしないよ。何もしないよ、全然。でもそこ少し触れた断面のこのケーキ、ここだな。甘いな。甘いね。甘いね。いや、でも甘いな。いじりカフェ。自宅的な感じで来ればいいんじゃない。そうそうそう。着なさい。何？着なさい。お、何それで叩、それで、ね、叩いてくれるの？違う、やめ。大丈夫だよ、友人。なんでしてるんですか、名前。同じ事務所だろ。え、そうなの？そうなんですか？こんな先輩やだ。こんな先輩。燃えさせるためにもっと可愛く、はい、どれだけ可愛くこのジュースを飲むかっていうのをちょっと見せればいいんじゃないの。はい、いただきます。そういう、そういうこと。可愛い。いいじゃん、オッケーマン。え、何もないんですか。何もない、ない。ない。え、何もない。怖。大丈夫だよ。先輩。おお、監督だよ。完全に酔ってるよ。はい、あすこちゃんご指名。新しくできたのこのメイドスナック、いいよ。これあれあれなんでしょ、名物なんでしょ、ポッキーゲーム。やっていこう、やっていこう。だいぶ短くしたよ。大丈夫、太田プロでしょ。カンナズちゃんに言っとくから大丈夫。言ったらこれどんどん短くなるよ。おお、
いけるかまだ。いける前だ。そんな逃げんでいいやろお前。ここにあるんですよ顔が。それもこれもあのサラリーマンのせいよお前だ。佐々木さん。今回もスペシャルなゲストをお迎えしております。この方でございます。分かってます。あ、なんかリアクション薄くなってますけど、ちょっと慣れた。これが日本の祭りだ。君にはね、はい、チラシを用意したから。ありがとうございます。チラシ。すごいぞ。あのね、男っていうのはね、この箸の使い方でグッとくるからね。燃えさせなきゃダメだよ。はい。いただきます。うん、さあ食べなさいよ。もちろんうまそう。なんでよ。いくらか。おお。わ。おお。あ、まだ子供だな。うんうん。はいはい。はい。何もしない、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 北島は何もしない、何もしないね、ところが今回何もないですか、ところが、じゃん、あれ、あの同じ箸、同じ箸、箸を持ってるいじり、はいはい、そして箸を舐めそうないじり、君が舐めた箸を事前にいじりは舐めてまつりだよ。すごい、ありがとうサムちゃん。うわ、まつりが終わったよ。寂しいね。自分から言ったってことは無念です。何？のぞみず。はい。写真集出したの？そうなんですよ。私写真集が出ます。あら、かわいいね。これどこで撮ったの？これはグアムで撮りました。グアムで撮ったの。はい、お気に入りのこれ水着とかあるの？はこの一番後ろのこれです。あ、これが一番好きなの。これが一番綺麗。じゃあこれね、あの、買っていただきたいと思います。はい。いや、見てるだけですから。大丈夫です、見てるだけ、うん、ね、ちょっと待って。いや、ベロも出ますよ。じゃあ、ベロも出たら、ね、監督最低、監督最低。4年後のオリンピック一緒に行こうよ。じゃあ。買ってください。しっかりしとる、しっかりしとる、わかり娘。おめでとうございます。大丈夫大丈夫、大丈夫、一緒に滑ろうよ。怖いよ。やだって俺が嫌なんだよ。ボイスゼロの方ということで、ポッキーゲーム見たことある。じゃあ短いのと太いのどっちがいい？それはまあ、こちらの方が。短いのと太いのどっちが？太いの。何を想像したんですか。大丈夫、ポッキーゲームよ。そんなね。時間がないじゃん、食べちゃうよ。そうよ。おお。あれ、どっちがわからなくなった。あれ、どっち。クイネ監督、どっちがどっちでしたっけ。クイネ監督、どっちがどっちでしたっけ。高橋。中橋といえば直子、キューちゃん。キューちゃんの匂いは